値を共有する時間というものを、はい、共有しています、だから日本のできることは何なのかということですが、これも先ほどの講演の中で申し上げました通り、一つやっぱり2021年の日米の共同声明というのは、あれはバイデン大統領と菅総理の時だったと思いますけれども、はい、台湾海峡の平和と安定の重要性、そして両岸問題の平和的な解決を促すということを声明に取り入れましたですよね。おそらくあれはですね、日中の国交正常化以来初めて台湾という言葉が入った共同声明だと思いますので、画期的なことだと思います。でそれと同じ表明をね、 G7 でも共同コミュニケーションするようになりました。まあ、日本がそういう発言をメッセージを国際社会へ発信続けるということが、これは日本にとって大きな役割ではないかと思います。この台湾海峡の問題に、あるいはこの東アジアの情勢について、アメリカのみならずですね、国際社会に理解してもらうということが、力による現状を止めていく、それこそ抑止力になると思います。でこれもだから先ほど繰り返しになりますが、そういう発信をですね、台湾海峡の平和と安定の重要性で、力による現状変更はダメだという、はい、そういうことをね、メッセージで常に発信続ける、特に台湾と隣人である日本を熱心に発信続けるということが大事ではないかと思います。はい、これはでも与党野党の差ってのは基本的にないんじゃないですか。台湾を基本的価値を共有する関係では極めて重要なパートナーだと、与党も野党も思ってるし、でそこでね、何か危機的な起こることはこれは避けるべきであるというのを、当然これは共通の認識ですので、それほど党派の違いはないと思いますね。いやだから超党派で議員連盟で来られたりもしてるんじゃないでしょうか。